はいどうも、やってきました。ズンズンチャンネル。うわあ。なんか言う。どうす。なんすか。いや、まあまあ挨拶。なんすかその服。え？服。いやもうお前あんまり。なんすかこれ。子供っすよ。なんかこんななんかチョコレートみたいなのついてるんですよ。そうやね。キジナにチョコレートペタッとアイス食ったらチョコレートペタッとしたね。いや、そんな50歳いないですよ。そうやね。はい、ということで、はい、今日はちょっとね、まあ今までこうマットンさん試練やってたじゃないですか、うん、で、ちょっとこう、まあ、マットンさんのことをバカにする人もいてるんですよ。うんうんうん、そうやね。この動画見てね、うんうん、マットンさんどうたらやとかね、うん、マットンさんほんまにちょっとレゲエ詳しいとこ教えたろう思って。ああ、ね、俺もう言うたら芸歴もう早20年。そうですね、2、30年って感じですかね。でしょ。はい。2、30年だいぶちゃいますよ。10年ちゃいますよ。まあ25年ぐらいでしょ。もう俺の10年は普通の人の1年やから。まあ、だから普通の人の1年が俺の10年。いやいや、だからレゲエ20年間ぐらいやってるけど、うん、そう小遊三を、うん、表すのはもうキュッてやって1年ぐらいしかやってないってことでしょ。そうなんやね、そうやね。だからオールドルーキー知ってますな。ということで、はい、まあそれでも20年間以上ね、うん、レゲエ聴いてるので、うんうん、今日は、うん、いつもやってる、うん、リズム当てイントロドン、うんうん、やって、うん、もうマットンさんの知識を、うん、見せつけたろう思って。あー、まああんまりね、こう一人自慢するのは好きな方じゃないんですけどね、はい、だから俺と勝負してください。あー、お前ぐらいやったらもう勝つよ。はい、あ、ごめんね、このズンズンチャンネルファンの方には、はい、な、申し訳ないけど、はい、で悪いんですけども、その部分はやっぱりね、ちょっと勝っちゃうかもしれない。もうそれはしゃあないですよ。うん、そこはみんな許してくださいね、はい、勝ってもキャリアが違う。もうキャリアがね、ケチョン、ケチョンに行ってもごめんなさいね、許してください、はいはい。ということで、はい、レッドスパイダー VS マットン、はい、イントロドンで、勝負したいと思います。はい、で、今日はセレクターやってくれるのは文句が、はいはい、後ろにいてますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ、手始めに1曲、はい、とりあえず1個いきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はいはい、じゃあ一斉のでいきましょうか。はい、一斉ので、スタラグ、はい、どう、ちょ待って、ストップ。スタラグの17 17 ちょ待って、スタラグの17の、でもこれは、12インチの方の。いや、もうどうでもいいっすよ。はい、流して、ケテグリみたいなのね。これですよ、これですよ。ラーマットンマジでヒゲ濃ゆい、マットンマジでヒゲ濃ゆい、マットンマジで歌も下手。ラー魂ジョンポンエビバディジョンポンポン、ジョンポンエビバディ俺の歌やけ俺の歌やけ。20年前の、はい、スタラグ20年前の、はいはいはい、スタラグ1曲出せますから僕。はい、そうですね、はい、いや、これはもう絶対マットンさん間違えたらあかんなと思って、はいはい、スタラグね、はい、ちょ、すいません、先輩ですけど、ちょっと試してみました。俺試したわけよ。はい、すいません。腕試したんか。はい、え、いや、スタラグぐらいわかるっすよね、はい、そりゃそうやろ、1音でね、しかも今度わからんかったらもうほんまレゲエ人ちゃうで、こんなお前らの 1音が俺に関してはもう、あ、だから1秒が3分に変わった。お前、次行こう。はい、じゃあ次いきます、はい、1音でいいですか。はい、あ、わかったわかった。でいや、ちょっと今もう俺はわかった、俺はわかったね。ちょっと待ってわかってないやん。いや、わかってんねん。てれてやろ。名前が出てこへん。てれてちょっと待って、てじゃあもう、ちょっと書きましょう。ちょっと、はい、もうちょっと書きましょう。ね、2音。はい。はい。うん、だろ。バン、バン。てれてちょっと待って、ちょっと待って曲名でいい。あ、けど曲名で書いてます、ここには。はい、じゃあ行きましょうか。
一斉のーでマンフィデットあ、それマンフィデットそうそう、それそれそれマンフィデットあかんていやいやいや、そうなのいや、あかんてお前お前お前ごめんごめんテキテレテ言うてたあかん、ブーアイブーブーマンフィデットやブーそうや、それやブーマンフィデット出てけへんか、俺ララマーゼマットンでめちゃくちゃ死んでるやんリズムも知らんマットンでマットン死んでるやんリズムもめちゃくちゃ知ったかやんジョンポップエブリバディジョンポンポジョンポップエブリバディジョンポンポジョンポップエブリバディいやもう全然ダメですよ死んだ死んでるじゃん。そうかマンフィデットや。いやでもほんあめっちゃ嫌や俺自分で。けどもう今いっぱい負けてますからね。あと3本ある。はい、3本お願いします。あと3本ある。はい。でも今の取られたわけやね。はい、俺出てたけど、はいはい、頭の中でこれやったかもしれないですけどいいですか。やってた言うわ。あはい。はいいやこれはもうあれでしょ。いやもうすいませんすいません。お前じゃあこれ俺やから。じゃあ一斉のでいきましょうか、うん、一斉のでブナーニはい正解ストップ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 ジョンジョンチャオスジョンジョンのプレイチャオスチャオチャオスどこプー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 あ、ちょっと待ってあ、ちょっと待ってこれ A ブナーニやんチャオ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 これ A ブナーニやんこれマトンさん信じろ、マイドリーム、マイパワー、夢見て俺だ、やめてやめて、待ってろ汚れる汚れるやめてこれはゲットユーツたちの歌やから、この歌はそうですね恵まれないねこう、いや、俺ゲットユーツ当時のお前や当時のお前お前みたいなやつ向けて歌ってたわけ、俺はわかる、はい、いや、これはもういいよ、もう次行こうこれも一音でいきますよ、はい、とりあえずねはいああもう余裕じゃあ俺もまだこれ出てきてんねんこれこういうやつやろいやこういうやつなんすかそれそういうこういうやつやもんなんすかそれこういうやつって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 やろてってってやろじゃあもうてってってでてんてんしーしーやろいやもうタイトル言ってくださいもうそこまでてってんていきますよ一斉のーでゴイナバギーあ、それ正解名前出てけえよ、もううわ、めっちゃいいや、これこれっすやこれっすやけどフォブゼー信じろマイドリームマイパワー夢見て話しとけ真面目な歌やからあれ俺昔めちゃくちゃ真面目な歌歌ってたから、まあ、今でも歌ってるけど、はい、そう俺の真面目やったこの歌、じゃあどれにしようかな最後最後ですもうマットさん俺にあれうわ2敗してますよマットさん俺今全クリっすかそうやな俺結果的に負けてるかもしれんじゃあこれ勝ったらもうマットさんの勝ちですわほんま、はい、これハンデあげますわいやまあハンデあげますわハンデハンデいただくよ、はい、いただくもう早く止まろうよいただく勝ちたいからねはい、はい、勝ちにこだわるからじゃあお願いしますちょ待って俺勝ちにこだわってんではいじゃあ最後のオッケーリズムオッケーこれはもう一音でいきますはいあけどいろいろあるんすねうわこれむずいな俺はもう出てるもう一緒あ、ちょ待って待ってあ、分かった出てきた出てきますよ、一斉のでソープうわ、はいお前、もうこれっすよえへいえへいえへい信じろマイドリームマイパー夢見てあんじゃけいや、俺すいません信じろマイドリームマジに歌ってくれるね恵まれない子供たちに向かって過去の自分に向かって歌ってのお前とかみたいなそんなことちゃうからこれ、はい、ということで、はい、えまあ俺全クリで、はい、マトンさん、はい、クリはできてなかったね結局これは、はい、惜しかったってだけで、はい、負けやな、はい、負けです認めるよ、はい、いいですか罰ゲームいいけど
いいけど、次回にしよう、次回に。いや、次回しか、もうはい、むちゃくちゃ辛い焼きそばあるんで。え、マジで？めちゃくちゃ辛いやつあるんで、あれを30秒以内に食うっていう。30秒？はい、足立マンっていう、とか関東の DJ が30秒ぐらいで食うてたんですよ。あ、そうなんや。だから、足立マン超えはしてもらわないと。あー、まあそこはね。いつか。じゃあもう早速言うとっていきましょう。やりましょうか。はい、ということで、例の、極激辛、この前文句が、食うたやつね、これもこういう感じで。でもこれでマットンさんがちゃんと食べちゃったりしたら、俺が演技みたいになるんで。あ、演技やろ。まあ、ちょっと演技入ってます。まあまあ、はい、測ってや、測ってや。マンフィデットかけんでいいですか。あ、マンフィデット。間違えたんで。はい。はい、まあでも30秒ぐらいで。食えると思うんですよ。はい、じゃあマンフィデットかかったら言ってくださいね。ちょっと待って。いや、ちょなんかさ、甘いには一切ないんだけど。ナイス。そうするにはちゃう。行きましょう。ちょっと待って。ちょっと待って。行きますよ。二度とダメです。なんかもうちょっとそうするにはじゃないんやけど。リリーブジャークでも。ああ、そうです。リリーブジャークで始まりますからね。マトさん。うん。じゃあリリーブジャーク。行ってください。行きましょう。じゃあもう早く行きましょう。じゃあもう辛いから。じゃあもう早く食べてない。食べてないよ。もう吸うだけで辛い。もう食べて。空気じゃあ一回止めて。でも空気がもう辛い。空気だけでなんかもう五度の粘膜がちょっと反応した。からもう行きますよ。なんかちょっと自信なくなっちゃった俺。いやもう。えけど。思ってるほど辛いですね。マットンさん、しょぼないですか。もうこれ見てると全員怒るっすよ、そんな。いや、そんな別に。じゃあもう一回いきましょう。はい。再チャレンジ。じゃあ行くで。もう一気に行ってくださいよ。リリーブちゃん。いや、入ったって言ったね。ストップ、止めてくれ。なんすか、一口っすやん。いや、ちょっと待ってください。食えないじゃないですか。いや、一口っすやん。辛い。うわー、辛いこれ。なんすか。まだ下も白いしね。おお。めっちゃ辛い。いや、何言うてお前。いや。ちょっと待ってください。僕三口はいけない。カレー。ほんま辛い。今でも十分辛いから。僕は痛いまで食べましたよ。痛いまで。辛いからでも知らんがな、お前。はい、怒ってる。え、怒ってる。尺が。三口とかちゃうから。何口ですか。え、辛い。俺、面積広いから。ついてる面積。お前らパッとすめ、俺、ペーって面積いっぱいついた。面積。辛い。まあもうじゃあやばいわ、これ汗出てる。これ無理やったらちゃう罰ゲームするみたいな。いけるこれはちょっと無理。早っ。俺は粘膜系弱いから。粘膜系弱いんか。あれ進化系の人間やから俺。いや、いいんやお前ら見たらオールドジャーコの進化系。進化系やから粘膜弱いけど。何でしたっけ、まあ、あー辛い。全然聞いてくれ。何、マトンさんのサブタイトル何でしたっけ。オールドルーキー。オールドですね。だから進化してるの、新時代じゃしてか、ついに。はい、止まってないな。はい、な、老廃物で流れてるから俺。はい、信じたらしてるから俺。まあまあ、じゃあもうこれ文句もアウトやったから、もう一緒にやってもらうわ。じゃあ文句とマットンさんで。そういうことで、はい、マットンさんも罰ゲーム決定。よいしょ。ということで、こっちの世界へようこそ。はい、今日はこんな感じで、マットンさんはやっぱり、レゲエのリズム答えられませんでした。あ
ありがとうございました。勘弁してください、これは。